はい、今日も、深夜0時になりまして、ジョニエン TV 生放送始まりましたけども、皆さんこんばんは、木村ついてです。今日はですね、松本潤さんとですね、さっきの、ユニットによる、ですね、演奏だったわけなんですけども、まあ実力のあの2人だったので、まあ、楽しいステージをお届けしてくれたわけなんですけども、最後の方にですね、アンコールぐらいでお客さんが、お客様がね、見えたんですけども、その方々にも対応していただいて、本当はアンコールだったところが、3曲4曲ぐらい、5曲ぐらいサービスであったのかな、まあ、その辺の対応が、まあ、素晴らしかったなと思っておりますけども、ね、まあ、松本さんはいろんなバンドで、ね、毎週月曜日当店は、今月に限って、出てまして、さっきの方は、ね、鍵盤、鍵盤ニストということですね、有名な鍵盤ニストですけども、まあ、坂本冬美さんですとかね、バックミュージシャンやったりですね、まあ、当店ではですね、グレーハウンズで、グレーハウンズってすごいのバンドがいるんですけども、YouTube でですね、何十万回って再生された、実力を持つ世界的に有名なバンドですから、ぜひね、YouTube チェックしてみていただきたいと思います。まあ、で次回はですね、まあ、松本さんの方はですね、来週の月曜日、これ愛ちゃんっていうね、素晴らしい女性ボーカルを迎えて、スペシャルバンドとしてですね、出ていただきますね。それをぜひお楽しみにしていただければと思います。その次の日に、さっきのグレーハウンズが入っておりますので、その辺もお好きな方いらっしゃいましたら、ぜひ恋はジョニーエンジェルまで、足を運んでいただきたいと思います。明日の出演はですね、ザ・ルーツということで、こちらジャズとかポップとかですね、タイちゃんというボーカルを、まあ、ご存知の方もいると思いますけども、フィーチャーしまして、あとラッパのね、トランペットのタカコちゃんですね、まあ、当店ではおなじみなんですけども、幅広く活躍しているメンバーを迎えまして、ザ・ルーツ初登場になってますので、ぜひ、よろしければ恋場に足を運んでいただける人は、お気軽に来ていただきたいと思います。それでは、今日も皆さんお疲れ様でした。明日も元気に、迎えてください。人生を謳歌しましょう。音楽を楽しみましょう。というわけで、恋はジョニーエンジェル生放送お届けしました。お相手は北敦氏がお届けしました。また明日、お会いしましょう。じゃあね、おやすみなさい。